はい、皆さんこんにちは。今日もガッティのサラです。今日はですね、お兄ちゃんが帰るちょうど2日前です。イエイ拍手は違うか。お兄ちゃんとは6月ぐらいだったっけな、急にお兄ちゃんが6ヶ月ぶりに韓国に連絡もなしに来て、でその時はうちがカメラを勝手に撮りながらお兄ちゃんを撮っちゃいへっしょるんで、その後どんどんお兄ちゃんもノリが良くなって、結局はずっと一緒に撮影をしていたんですけど、その5ヶ月間一緒に撮影しながら、正直に言うとその期間の間うちはすごく助かってました。でそれで普段うちもありがとうありがとう言ってたんやけど、でもちゃんとした恩返しはしてなかったんですね。それで今日うちがいいこと思いついた、お兄ちゃんがいつもすごく美味しく食べてるうちの朝ごはんと、そこにプラスこれ多分ご存知の方もいると思うんですけど、 G ドラゴンのブランドピースマイナスワンだったっけ、そこのブランドとナイキがコラボしたすごくレアだったスニーカーです。これが発売されてた時お兄ちゃんもすごく欲しがってて、でも韓国でも1秒で売れ切れてた商品だったので手には入れねえ、探せれなかったんですけど、でこれだったら絶対喜ぶなって思って買っちゃいました。いやこれは本当にさすがに喜ぶしかないっしょ。これでも最初発売されてた時リセールか1000万ウォンも言ってた、だから本当すごい靴だよ。で今日はこれと一緒にお兄ちゃんが大好きなうちが作ってあげる朝ごはんと、お兄ちゃんが一人で住んでるヨフさんの家に配達しながらあげるつもりです。うわ羨ましいな、もったいないな、売ろうかな。じゃあそれと朝ごはんを準備していきたいと思います。でも朝ごはんって言ってもね、でもうちちゃんとした食品全くないじゃん、どうしよう。はい、お兄ちゃんの家に向かっている。でも家に食材が全くなかったのでシリアルでも持っていこうかな思ったけど、やっぱお兄ちゃんの家の近くのコンビニかカフェで何か買っていきたいと思います。一旦お兄ちゃんが好きなコーヒー、それとお兄ちゃんが昨日お酒めっちゃ飲んだって言ってたので二日酔いのための食べ物、何がいいかな。あ、果物、二日酔いにはやっぱ果物でしょ。はい、でそれで二日酔いにいい何があるかな。着いた、荷物は一旦バレるからこっちに隠しといてあれ確認しないのに開けんの？お兄ちゃん朝ごはん持ってきた。朝ごはん。怖い怖い怖い。お兄ちゃんうちの朝ごはん好きじゃん。言ってないですか？お兄ちゃんいつもありがとうありがとう言ってたから。ない？朝ごはん。お前が。お前いないよ。お前いない。お兄ちゃん昨日二日酔いだったでしょ。そうですね、怖い怖い怖い。うわ、くっさー、臭くねえよ、くっさー、いきなり入ってきて何だよお、これ充電ないっていう意味だよお兄ちゃん二日後に帰るじゃん、うん、だからうちがお兄ちゃんが好きなサラの朝ごはん持ってきた定期的に朝ごはん朝ごはん食べないと健康に悪い。わざわざ困っちゃうの？うん、朝ごはん食べにそんなことしないでしょなんでまだティッシュ横にあんの？いいだろ、いきなり入ってきてイチャモンつけんの？え、なに？よくチーム가는準備하는거야？そうそうそう、うん、それよ、おっぱいいくちゃ、
アイシャーご飯。うちが二日酔いにいいやつだけ買ってきた。市販じゃねえか。家にご飯なくて、あ、それお兄ちゃん好きなサラダ。これは何？買ってわざわざ届けにしてくれたの？うん、朝ご飯。普段するんだよ。どういう企画？朝ごはん食べろよって企画。おっぱ感じてんの？え？このシリーズに手応え感じてんの？おっぱご飯食べろ。テンションわかんない。うちのコーヒー。お兄ちゃんこれ好きやろ？タッカスのサラダが好きだけど、どこで覚えて。おっぱ、うちおっぱんで朝ごはん作るとき、毎回ちゃんとサラダは必ず入れといたで。お前、大丈夫？いや、お兄ちゃん、落ちないぞ。お兄ちゃん、帰る言ったから、朝ごはん食べないとって。あ、もしかしてあれから、寂しくなったのか。いや、そんなんじゃねえよ。そんなんじゃねえよ。どうしようがないな。そういう風に流れ作んないで。日本語うま。急に日本語うまいじゃん。じゃあ、妹が買ってきたコンビニのサラダ。めっちゃ声出ないよ、俺。なんで？いや、俺ほんと今起きたんだって。二日酔い？そう。おっぱい、おうち、病室かじりましょうね。美容師。えぇ、ー、浅くてなんか変なインスタライブやっちゃってさ。うち見てないけど、うちに DM 来てた。大丈夫っすかって。いや、お兄ちゃんなんかおかしいって。マジで来てた。大丈夫でしょ、お前のブランディング響いてないでしょ。うん、そんなにね、うん、簡単に響くブランドじゃない。嘘。いただきます。なんと猫触っと。うん、本当に。な、どうした？すぐ。なんかね、うん、ぬくもりがないんだよね。ちょ、おい。チーズ、俺飲んだら酒。これ猫やん。先ほどチーズちょっと入れて。もう入れる？洗った、お前。洗ってない、うん、本当洗ってないのに大丈夫？爪切れよ、お前。絶対この爪の間にうんこ挟まってる。なんで？思うんだけど、女子の爪ってさ、絶対拭くときにさ、うん、うんこ挟まる。いや、挟まんないよ。食事中にうんこないすんだ。お前が言ったじゃん。でも大丈夫？ちょ、いや、ちょっとやだわ。あんた野菜、こんな野菜食べないとやっぱ体の 80% は野菜水だよ。70% なまあ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 、悪くはないよ、うん、おっぱ、いごっともこんばんいご、なんかちゃんとはへんのごやな、いっこちんちゃん飲むちょうはへかじも、うん、めんないもんか。なんちゅるーもくってちゅりしんごるしろはごじゃちゅるんたいたれやじー。ちゅるんや、あんじゃまし誰も飲むるんだよちんちゃん、くるまもくにかおっぱおいくりちゃやめんちょろでがるんごじもくるくねおっぱちゃやめんまにもくまんでさちいか、あにおっぱちょろてにか帰れよ。もう疲れるんだよ。ツッコミするのも疲れるんだけど。おっぱ、綺麗に食べろよ。怪物は人間食べてるみたいだよ。あ、うわ。見てた。あ、うわ、寝がもくか。寝がもがじゃ。俺お前のこの朝ごはん持ってくるシリーズ何がいいかわかんない。あーし。あ、でも、うん、ヘルシーだ。うん。なんか、うん、無理やりでも食べてたら、うん、結構体温まってきた。でも健康を考えてあげる妹はうちだけやで、うん、おっぱね、うん、以前恩返しした時、うん、ピギュア嫌いだったじゃん、おんちま、うんうん、ガンダムの皿、うん、あれどこ行ったん？してた。でもその時コメント見てたら、うん、サラちゃん、それは誰でもいらないよって言われて、うん、あ、そっか、うちのせいかと思って。コメント見るまで気づかなかったの？毎日見てコメントじゃん。ちゃんとした人いるから。で、今回はおっぱのために、おっぱが今回5ヶ月間うちを助けてくれたじゃん。おお、なになに。で、今回は恩返し。これだけじゃなくて、うん、なに、ちょっと待ってみ。ほんとほんと、なんかふざけんのやめようね。うん、
ふざけてないよ。おっぱ、目つぶっといて。カメラあるから、お前目開けたらバレバレだよ。目つぶっといて。目つぶっといて。目つぶっといてね。絶対ふざけてると思うけど。これ後ろからですよ。おっぱ、うん、なんだろう、まだ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 目開けたらハゲ。おっぱ、うん、じゃじゃーん、目開けていいよ。これ何、これ何、これ、これ何か。あっ、あビースマイナスワンじゃん。え、ガチ？うん、これ韓国でもうレアなのにうちが探した。え、新作、え、ちょっと待って、これ新作のやつ、あ、白のやつ、うん、マジで、うん、え、やば、うん、やばいでしょ。思ってたのと全然違う。俺キャベツだと思ってた。髪の毛に入れた。そういうネタかなっていう。やばっ。てかもう俺ね、これに対してはね、うん、めちゃくちゃなんかいろんな思いがあって。そうだね。去年冬出た時、うん、買おうと思ってたよ。うん、それうちが止めたじゃん。そうね、うん、あれマジ俺ガチで買おうと思ったの。うん、その時リテールめっちゃ高かったでしょ。何十万も100万とか100万いってたね。それでさらがそれは絶対買っちゃダメって言って、うん、え、兄ちゃん今いくらこれ。1000万。ウォン、うん、いつもウォン、うん、え、また100万すんじゃん、じゃあ、うん、なんなん、いや、黒じゃねえから。1年前のやつじゃねえから。いや、でも、え、うわっ、うわー、ガチだ。え、ごめんごめん、ちょっと今文句言ったのはごめん。え、嬉しい。うちゅけー、やっぷんだー。めっちゃ、え、ちょっと待って、本物、うん、本物だよ。いや、本物だよ。うちが本物じゃないと殺しますよって連絡までしたと。あの欲しかったピースマイナスワン。やっぱジードラゴンすげー。え、待って、これがお兄ちゃんのプレゼント？うん、お返し。うん、思ってたやつと全然違う。これ本当に嬉しい。うん、そうだね。言ってもこれ去年のやつも高かったでしょ。うん、1000万じゃないけど。うわー、すごい、見てこれ、俺本当にこれ欲しかったの、1年越しに。うん、そういうことか。おっぱいサイズ、さっき힘づらさねがきてたのマニフェスト。あー、あー、ピタカゲだ。これ人生の終わりのプレゼント、うんうん。あー、これはめっちゃ感動したわ。そうだと思った。てかさ、これもうもったいなくて履けない。で、ピースマイナスワンってもう飾り用にさ、うん、鑑賞用に置いとくじゃん。そうだね。いや、これわぁ、ちょっとどうしよう。わぁ、ありがとう、サラ。うん、おっぱいとありがとう。あーし、どうしよう。おっぱ、うろ、あ、丸ごとなんですよ。おっぱ、なんで出てないじゃん。クレーゲセンキメアンシティがデザインハンゴよ。そうだね。クレーゲ、俺しのでやっこんば。ジーがカムバックするタイミングで、お前、粋な計らい合わせてきたんだ、うん、やっぱ日本のジードラゴンといえば俺だから。いや、ちげえよ。カムバック、日本にカムバックにかけて。いや、ちげえよ。そういうこと？いや、全然違う。はぁ、マジで。夜中でもさ、歌詞全然知らない。かわいい靴。うわ、どう、かわいい靴。かわいい、かわいい。これね、ちゃんと偽物じゃないやつだ。うん、お、めっちゃかわいい。ゴリラじゃん。どう、じってるの。何その言葉。じってない、これ。あ、いいね。
じゃあこれ入って。俺がひどすぎて夜の知らないって言ったらやめろよ。日本語持っても頑張ります。うん、うん、頑張れよ。日本に帰っても撮影しろよ。そうだね。うん、連絡できなかったら殺しに行く。ビッ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 頑張ろう。見てよこれ。あ、靴似合ってるわ。なんかお前風呂入った。いや、そりゃそうでしょ。クリスマイナスワン履くのにあんなチンチクリンじゃダメでしょ。もうかわいいじゃん。でしょ。うん、でこれ靴紐をこうで迷ったで結局ここにたどり着いたんだけど、あー迷ったから2つとも使ってダブル。で大事なのは、うん、ジオン結び。ああ、え？これまジオン結びだろ。ああ、そうなの？怖い。田中よ。どなかよ。今の何？はるはる。ありがとうございました。